佐賀県が東京の CSO を誘致しました。市民社会組織 CSO の誘致に取り組む佐賀県は24日誘致第1号として障害者の理解促進イベントを展開する東京の CSO と進出協定を締結しました。都市圏からの先進的 CSO の県内移転により県民協働を進める試みで、山口芳典知事はこれは心の企業誘致、佐賀に集った CSO が世界にその活動を発信していく、今日はその歴史的一歩と語りました。進出するのは一般社団法人ダイアローグジャパンソサエティです。8月10日に NPO 法人を佐賀市に開設しました。この CSO は16年前からダイアログインザダークと呼ばれる体験型イベントを実施しています。視覚障害者の助けを借りて暗闇の空間を探検し、対話の重要性や多様性の理解を育むワークショップで、東京の常設会場は大きな話題を集めています。県は本年度 CSO 誘致におよそ1000万円の予算を計上しました。目標は1年に1団体で事務所を開設し、新たに雇用した場合に補助金を出します。本年度中に1人の新規雇用を検討しているということです。